森島忠志君。森島君。日本維新の会を代表して、刑法改正案および、刑法整理法案に対して賛成の立場から討論を行います。今回の改正点の一つ目、犯罪者の処遇充実と立ち直りを後押しするための諸制度の導入に関して、新たな拘禁刑の創設においては、懲役と禁錮という2つの刑が創設された明治時代と、現在では刑罰に関する社会的な認識や期待される効果も大きく変わっており、懲らしめとしての要素が強かったものが今では再犯防止や更生といった役割が強く求められています。拘禁刑の創設により、個々の受刑者の心身の健康状態、その他の特性に応じた更生プログラムの実施に加え、執行猶予制度の拡充や社会内処遇の充実等を図ることも含めて、長年の懸案となっている再犯者率が高いという課題の解決に向かうことを期待いたします。次に改正点の2点目である侮辱罪の法定刑の引き上げに関してですが、近年インターネット上の誹謗中傷が横行し、その被害者が自殺にまで追い込まれるという悲劇も生じており、大きな社会問題となっております。事実を適時せず公然と人を侮辱する罪である侮辱罪も明治以降以来古くからある罪刑ですが、公然と侮辱するといった概念はネットが普及した現在とこれまでとでは大きく異なり、匿名性が高いネットの普及によって侮辱する側は大した罪の意識のないまま気軽に侮辱の言動に及ぶことが多くなっています。一方でネットは拡散するスピードは速く、影響する範囲も全世界に及ぶことから、侮辱を受けることの被害は甚大なものとなっており、有罪のケースであっても現行法においては加害者被害者の心理的金銭的負担のバランスが著しく取れていないのが現状です。こうした中で法定刑を引き上げ、公訴時効も1年から3年に伸ばす今回の刑法改正案では、被害実態と刑罰のバランスが現状よりは適正化されるため、匿名性に隠れて人を誹謗中傷するという行為の抑止に一定はつながるものと考えます。しかし侮辱罪の適用範囲が明確ではないことや、正当で自由な言論活動が阻害される可能性を排除しきることができないというこの間の委員会での指摘を踏まえ、法の運用にあたっては十分な留意を求めるとともに、この後諮られます付帯決議を重く受け止めることをお願いし、私からの賛成討論とさせていただきます。ありがとうございます。次に